今日はサーバーのファイトに初めて挑戦するナムカブアンですが、ナムカブアンが第3ラウンドあたりからようやく体がほぐれパンチの打ち合いになり自分の射程距離に入ったと見たんでしょうか。このラウンドあたりはちょっと動きがこれまでの動きとは違います。勝負をかけております。ナムカブアン、沢村は左のストレートを振ったガードを固めなければいけません。沢村右のストレート入った、左のフックも入った、足を止めてのものすごいパンチの打ち合い、思いっきり沢村も振る、左右のフックを思いっきり振りました。沢村膝蹴りです。膝蹴りを放ちました沢村、頭を押さえての今度は膝蹴りに行きました。さあ相手のボディを攻める、真空飛び膝、決まった、真空飛び膝が出ました。沢村久しぶりに出ました。ナムカブアンは倒れております。起き上がってこれません、ナックアウト。いやよく決まりましたね、真空飛び膝ですよ。驚きました。